失礼いたしました。ちょっとまだ時間も早かったし、ちょっとあやちにはまだ早かったな。あーびっくりしちゃったもん。びっくりしちゃうよね、いきなりね、恋する、ね、天気がね、もうなんかあの恋人って感じがあったとすると、イダチが書くと変人ってなりそうだもんね、うん、急に、はい、危ないですね。さあということで、今週いきなり飛ばしてんな。続いて参りましょうか。14日月曜日のスーパームーン特番から届いております。どうぞ。今回に近いエリアはわずかながらチャンスありということですので、はい、ちょっと雲の隙間見つけておぼろ月でもいいのでね、見られるといいかなと思います、うんうん、なるほど。ちょっと今日はすっきりしない空ではありますけれども、はい、すげえだろ、まあ、全く見られないというわけではないやめてもうやりたくなる。私の背後にいるように見えますけどね。いやあれ吉野だからまたね、なんかそういう風にねいい感じに見えますね。なんか吉野ってなんだ、アニメ顔なのかな、なんかキャラクターにしやすそうなの、ねえ感じですね。進撃の巨人出てそうだもんね、巨人役で。巨人役ですよね、はい。さあそれでは続いてまいりましょうか。14日月曜日のナイトから届いております。おい怒られるぞってコメントが言ってます。さあそれでは見ていきましょう。どうぞ。ありがとうございます。お水ですと。続いては東海ゴジラさんです。まとってますよ、なんか反復横跳び中。いやちょっと待って、みんなにやってもらいたい反復横跳び。いや多分全員できると思います。全員できる。うせやん。いや意外と、なんかあのとか言ってて村田さんとかできないかもしれないですよ。いやできます。ということで、はい、村田さんにやってもらおう。どうぞ。はい、編集点作りました今。日曜日にね。いやできるでしょっていただいてますけど、本当ですかね。いや見てみたいな。いややってもらいたいですよね。あ、何もやってなきゃできる。本当ですか。嘘。いやこれはやってもらわないかんわけです。ありがとうございます。いやこれはもうこのために企画を考えましたから。ソライブ大感謝祭の中で反復横跳びを1時間半やるっていう、あのこの会場に来たら反復横跳びがサーヤン講師のもとできます。はい、あの笑顔ができているかどうかを判断します。さあそれでは始めますよ。ピーって言ってみんなでこうやってやるっていうね、はい、で笑顔だけはこうやってね、卑弥呼様ってなって、はい、あのフロアでみんなでやったんですけど、あのできない人はいませんでした。はい。なんでね、あのこの後の続きは僕も会場でやりますよ、これじゃね、はい、卑弥呼様をね、はい、これからの反復横跳びのことは卑弥呼様って呼ぶようにしましたね。さあ、会場にはですね、運動のしやすい靴で来てください。はい。さあそれでは続いてまいります。あ、ナイトもう一本来てますね。14日月曜日のナイトから来ました。どうぞ。はい、見ていきたいと思います。まずは新潟県の新潟市から亜美さんのリポートです。月経違う間違えた月経感失礼しました。月経感雲がすごいですといただきました。はい、おすごい綺麗、すごい綺麗なのになんか決してあの私の気持ちが早まったわけではないんですけれども、すいません、ちょっといつも読んでいるものでなっちゃって。はい、美しいお月様見ることができます。はい、ということで、月光館ですね、はい、綺麗な月経館って来てますけど。
はい、違いますね、物が違います。はい、まあでも月見で一杯ってね、良さそうですよね。またなんかいい陽気ですもんね。ちょっと寒いかなぐらいの感じがまたねいいかもしれないね。さあ、それでは続きまして 16日水曜日のムーンから届いております。それでは行きましょう、どうぞ。お願いします。あの、はい、今日さやねさんのことを悪く言っては決してないんですけどその振り、ほう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 、私さやねさんのこと大好きじゃないですか。はい、存じ上げております存じ上げております。今日なんかさやねさんの反復横跳びの話になっちゃったんですよそれで、あの、はい、吉野さんがクロストークでなんかやればってこう言ってまして、はい、なるほど反復横跳びできますできますよ。本当ですか？できるできる。いやーね、私もあのだんだんと上手くはなってったんですよ本当ちょっと笑わないでちょっとすいませんすいませんこの映画ね。じゃあこっちから行きますか。こっちから OK、はい、はい、せーの。やっぱり違うよ、やっぱり違うよ、やっぱり違う。変な生き物、変な生き物いるよ。ねえねえ、髪を持つったのそう、ヒビコみたいなやつ動きが変だよ。あ、いいわ、泉見て一緒にやったら私上手くなれる気がする。全然なってない。なんで飛んでんの？両足一緒に飛んでんの？これあのポイント言っていいですか？ポイントは体を あんまりこういっちゃいけないんです。あ、動かしちゃいけないんだ。そうそうそう、ここにボディがありながらこういるっていうので早く。なんか違うここになんか違うでもちょっと吉野さんもねちょっと見てくれてたみたいな。よかったよかった。あの後ちょっとナイト前に疲れさせてすいませんでも楽しかったです。ありがとうございます。また後よろしくお願いします。またやりましょう。ありがとうございました。またやりましょう。またやりましょう。初のね心が、また練習してる。また練習してる。はい、いやーもうこれ当日どうなっちゃうのかな、もう楽しみでしょうがないですね。もう1時間半笑ったら多分さすがに倒れちゃうかもしれないな。あの当日会場でねちゃんと線引いてたくさんの人たちでできるようにね、あの講師の方にねしっかりやっていただく予定でございます、ね、はい面白いですね。はい、さあそれでは続きまして17日木曜日のサンセットから届いております。それではご覧ください、どうぞ。これは何ぶどうですか？うん、赤ぶどう。乾杯しましょう。ルネッサンス、はい、ボジョレーを記念しましていただきたいと思います。え、あー、さっぱりしてますね。おいしいおいしい、いい味です。おいしいです。ぶどうの味するボジョレー、え、ぶどうですよね？違う？嘘。え、ぶどうの味しますよ。なんだろう、ジュースなんですけど。え、え、なになになに、野菜生活？本当？ぶどう、ぶどう入ってないんですか？ちょっと入ってる。あーなんかね、私が適当なこと言ってるってちょっと思われちゃうからねえ、何混ぜたのすごいですよこれ。ポリフェノールクエン酸と何これ、黒酢で活性健康的ですね、ミックスジュースですね。あ、何これ、飲み過ぎの顔を健康に。いやー、お気遣いありがとうございますすごい組み合わせです。なんか色だってちょっと違いますよね変な色してるなと思ったんですけど、うん、
美味しい、普通に美味しいです。あでもね、あのもう味は野菜生活しか考えられない今更だ。いやこれ本当不思議なものだよね。言われるとそうにしか感じないっていうのはねえ、どんだけこうね味覚ってものがこうふわふわしたものなのか。ねえあれまずそうだよね、黒酢とってね。さあということで、本日あと2本ですね。あ、3本か。あれ？あ、2本ですよね。はい、残り2本となります。まずは19日土曜日のイブニングから届いております。それでは行きましょう。どうぞ。はい。はい、映りました。はい、というわけでここからは他の MC50 回記念リクエストにお答えして反復横跳び頑張りたいと思います。はい、じゃあどういうスタートした方がいいんだろうこれ。じゃあこれからの抱負を伝えようかな。聞きますか？聞きますか？はい。なんかクリスマス風ですね。ああ、はい。じゃあここでいいですか？よし。じゃあちょっと反復横跳びは学生の時以来なんですが頑張りたいと思います。はい、行きますよ。はい。なんと。数えてるみんな、私数えてない、数えてない。無事に4月から MC やらせていただいて無事に50回を迎えることができました。皆さんありがとうございました。これからあと100回記念まで頑張りたいと思います。まだ週1ですが100回までの記念がちょっと道のりが長いんですが頑張りたいと思います。いつも噛んでごめんなさい50回行きました。はい、疲れた。ではここで一旦までです。はい、ということで、ね、サービス精神が旺盛なポカロンでしたけれども、はい、もう50回なんですね MC。 すごい。はい、なんかその50回を記念してなんかそのリクエストに答えますっていう文脈だったんですよね。はい、でなんか最近反復横跳びっていうのがなんか巷で流行ってるっていう話でそれをやってくれたって。いや、あれは反復横跳びでしたね。うん、うまい。はい。ね、全力坂のような良さがある。うん、確かにそうですね。そうでしたね。はい。全力坂で思い出したんですけど、この品川プリンスのステラボールさんのホールに行くまでが結構な坂なんですよね。結構な坂なんですよ。でそこでなんか全力坂企画っていう話もちらほらみたいなやるかどうかは定かではないですよ。はい、これですからね、ボツネタ大集合ですからね。はい、本当なんかそういう企画ばっかりですからここはね。何のイベントでよくわかりません。はい、大感謝祭でございます。はい、さあそれでは本日最後となります20日日曜日のイブニングから届いております。それではどうぞ。東北エリアのウェザーニュースアップデートです。明日のお天気を見ていきましょう。広く日差しが届きそうですね。北部では少し雲が多めでしょうか。聞いていきましょう。永井さん。はい、穏やかな空広がりそうですね。はい、青森県内はですね日差しが届くものの、日本海側ほど津軽エリアほど雲が広がりやすい、すっきりしない空模様です。長井さん長井さんなんて言いました
ちょっと待ってください、ね、ちょっと待ってください。ちょっとお疲れがねやっぱり溜まっていらっしゃるよ。私が聞こえた感じだとハウかハオかだったと思うんですが。あ、完全にハオイみたいな感じでしたね。はい、ということで本日8本のノミネート作品全部ご覧いただきました。ありがとうございます。さあ今週の大賞を決めていきましょうか。今週の大賞、まあ今のやつはね入れたいですよね。ハウハウハウイ永井さん、ハウイ永井さんでしょ。で次はサイアン、今週サイアン多かったですかね。サイアンのどれにするかですよね。イズミントやった派の反復横跳びにするか月経会にするか。クローズにするか反復横跳びでいきますか。はい、じゃあ卑弥呼様でいきましょう。あと2本、あと2本。イダッチ、イダッチとアヤチ、イダッチとアヤチはそうですね、あれは今日飛ばしてましたもんね。入れましょうか。はい、じゃあイダッチ、イダッチの顔がね。なんかもう本当に放送できないぐらいの顔、ね、はっはー、そういうこと言うのみたいな、そんな顔してましたね。そしてじゃあ最後の1本、どれいきますか。今ヨシノンとホガノンで割れておりますね。お、ヨシノンの方が多いようです。はい、じゃあヨシノンでいきましょう。進撃のヨシノン、以上の4本で集計を取りたいと思います。さあ難しいですね。永井さんでしょ、さやん、イタチ、アヤチ、ヨシノの4点です。もう一回見たいというのを押していただければと思います。ニコ生の方アンケート出ました。ハウイ永井さん、2卑弥呼様、3イダッチ、4進撃の吉野。あー悩む、今週も悩むなーね。さあ空ボタンの方も出ましたということでね、永井さん、卑弥呼さん、イダッチさん、吉野さんの4択です。はい、イダッチはハンターの目をしていたっていうことだね。本当そうですね、なんかこうスコープを覗いてる感じの、獲物を狙ってる感じの目でしたね。サイアンとイダッチで悩む、さあそろそろ集計していきましょうか。それでは集計します。もう皆さん決めて、押して、押してください。さあそれでは参りましょう。5秒前です。4、3、2、1、終了です。ティーン。さあそれではニコ生の方から結果を見ていきたいと思います。どうぞ。おお永井さん、1位永井さん、2位卑弥呼さん。3位イダッチさんですね。推しのヨシのコメントが多かった割に 5% でした。あーこっちでも同じか、同じですね。
傾向が全く一緒ですね。永井さんの勝利です。ありがとうございます。さあそれでは今週の大賞の20日日曜日イブニングから届いた名場面です。どうぞ。東北エリアのウェザーニュースアップデートです。明日のお天気を見ていきましょう。広く日差しが届きそうですね。北部では少し雲が多めでしょうか。聞いていきましょう。永井さん。はい。穏やかな空広がりそうですね。はい、青森県内はですね、日差しが届くものの、日本海側ほど津軽エリアほど雲が広がりやすいすっきりしない空模様です。永井さん。永井さん、なんて言いました。これ収録 OK にしたんだ。一応このところはね。東方芸能に配信されてたんだね。ちょっとお疲れがね、やっぱり溜まっていらっしゃるよ。な、私が聞こえた感じだとハウかハオかだったと思うんですが。これちょっともう一回永井さんの言ったところの表情だけ見てみましょうよ。あ、いや、そこだけ動画で見ましょう。言った瞬間の顔をね、見てほしいんですよ。それでは行きましょう。どうぞ。広く日差しが届きそうですね。北部では少し雲が多めでしょうか。聞いていきましょう。永井さん。はい。穏やかな空広がりそうですね。この顔です。はい、青森県内はですね、日差しが届くものの、っていう顔したし、ニヤッとしてましたね。いやこれをね、もうそのままケーブルテレビさんとかにも発信されてましたからね。面白かったな。いや本当に東北の方はラッキーでしたね、あれね。はい、ということで、今週の大賞はね、永井さんでした。おめでとうございます。いやー、表情といえばこちらの表情も見逃せない。もう一個ピーリク、今週の2位のね、イダチさん2位でしたっけ、3位でしたっけ、ちょっと忘れましたけど、はい、イダチさんの表情も確認してみたいということでお願いできますか。それではご覧ください。どうぞ。恋愛って難しいですね。あやちだったらどう表現するんですか。月で、月で、月縛り。月縛りで、今日もし仮に好きな人がいて、月で何か気持ちを表現するとしたら、どんな言葉で、メールでもいいんですけど、なんだろう、なんだろう、月で、もっと月を見てたいねとか。あ、なるほどね。あ、難しい。でもそ、一緒に見たいっていうのを伝えた方がいいですよね、きっと。うん、そんな気がする。一緒に公園に月見に行こうとか。出ました、この顔。この顔、この顔。なんで、なんで、ダメ。公園に、あの顔ですね。公園がいいじゃないですか、開けてるし。そう、いいと思う。なんで笑ってるの。部屋より、部屋よりいいけど。部屋は嫌だ。部屋よりいいけど、でももしだよ、もしだよ、すごい変態な人で、部屋にしろ公園にしろ目的が同じだとするならば、ハヤチって大胆だなって思う。ハヤチさん、まだ15時なの。ダメなの。ちょっと早く出てくるの、早く早く出てくるのが早いよね。おかしい、もっとピュアな恋する天気だったはずが。変な方に、夜の方に、夜の方に行っちゃうと思うの で、 本当ですよ。失礼いたしました。ちょっとまだ時間も早かったし、あやちにはまだ早かった。あ、びっくりしちゃったもん。コメントもおかしいな。いや、面白かった。はい、ということで、今週も名作揃いでしたね。はい、笑わせていただきました。どうもありがとうございます。
いやー盛り上がりましたねみんなすごいな、はい、いやもう久しぶりに首が痛くなりました、笑いすぎて、はい、さあということで、今週お知らせさせていただきましたね、パーティー企画あります。東京と大阪で、ね、この年末は盛り上がりますんで、これDVD にしてなるべく早く発売したいなというふうに思いますんで、はい、まだこれからねサイトの方にもアップしますし、今週の火曜日めどにチケットの方を発売をさせていただきたいと思ってます。ノーカットで頼むっていうね、はい、ノーカット、いやこれどういう構成になるのかな、それぞれそれぞれ終わりの時間が21時半に終了予定です。約2時間半ぐらいのイベントになると思います、はいね、ああ名刺を入れてくれ DVD に、あ3枚のうちどれかの名刺が入っているガチャ的な、いやまあそういうねあまり下水感じのことはしないとは思うんですけど、ね、はい、思う存分楽しめる企画になっております。特に番組をご覧の皆さんはですね、余すところなく楽しめるそういう内容になっておりますよああこれは3枚セットで欲しいのだ、一応東京の方にも名刺は間に合うように発注をしておきますけれども、この名刺がですね非常にいい紙を使っているので高いんですよねこのカラーの名刺本当高いですよ、はい、一応100円以上するので、はい、これ3枚だとね多分300円か400円ぐらいしちゃうのでね、はい、まあ、それをね今までこう空白とかでもねみんなお配りしてましたけどコピーでいいやペラペラのやつ、ペラペラのやつは名刺やっぱりねいい方がいいと思うんですよね。トレーディングカード本当そうですよ、本当にトレーディングカードですよね、はいはい、というソライブ大感謝祭とですねごめんごめんクラブライブアイドルかよ、そうですね、こんなお笑いの方じゃないですよねこの方たちはね、はい、アーティストなんですかね、はい、あキラキラした印刷あるかもしれないですね、キラカード相談してみます、相談してみます、1枚500円ぐらいになりそうですけどじゃあね、はい、ということで、年末のイベントでまた年末のイベントだけじゃなくて年末の放送の企画も今ゴリゴリやってるところでございます、はい年末いろいろ忙しいと思うんですけども楽しい企画盛りだくさんで参りたいと思います。そして来週の土曜日になりますね、11月25日かなの土曜日はオールナイトをやります。皆さんのご希望にお答えできるかどうか分かりませんけれども僕と、ここにいる鈴木ちゃんの2人でね鈴木ちゃん出ることはないですけどね、このオールナイトを支えてくれている鈴木ちゃんと一緒にやろうと思います。はい、ツッキー頑張れってきてます、ありがとうございます。25日、時間的にはですねナイトが終わった後からやります。なので1時からです、1時から6時までの5時間やりたいと思います。それまでに皆さん体調を万全にしておいてくださいね、
はい。さあということで、まあナイトのオールナイトの内容もまだね、まだあの5時間なんて全然埋まってないので、何をやるのか、参加されたみんなと一緒になんか楽しめる企画にしたいなと思いますんで、内容あの決まってきたらツイッターかなんかで言いますんで、こんなことやりますって言いますんでね、はい、クルロスね、楽しんで参りましょうということで、今週も2時間お付き合いありがとうございました。今週天気は週中ぐらいにあの強い寒気が来ますので、いよいよ、あそうだ、水曜日がお休みですもんね、23日ね、はい、勤労感謝の日ということで、勤労に感謝しながらね、あのお仕事していきたいと思いますけれども、さあじゃあ最後は AAO で締めたいと思います。よろしいですか。あ、来年の企画会議したい、いいですね、はい。さあそれでは今週も元気にね、寒いですけど風邪をひかないようにしていきましょう。それでは参りましょう、 AAO、 おやすみなさい。こんばんは。11月20日日曜日、ソライブモーニングを担当いたしました鈴木里奈です。皆さん3時間ありがとうございました。日曜日は太平洋側を中心に晴れているところが多くなりましたね。雨の降るところもありましたが、土曜日よりは天気はまだマシといったところではなかったのでしょうか。土曜日お出かけできなかった方も、日曜日お出かけを楽しめた方もいらっしゃると思います。たくさん紅葉などのリポートも送ってくださってありがとうございます。今日は天気がいいので、こうして外に来て振り返りを撮っています。日差しがねしっかり差し込んでいます。そして周りの木も色づいてたり色づいていなかったり、木の種類が違うんですかね、ちょっと詳しくは存じていないんですけれども、色づいたり色づいていなかったりという気が、見えます。いや、いい天気ですね本当に。そして、11月20日はマルゲリータさんの日、あ、誕生日ということでピザの日なんですね。ピザの日ということで、丸いものを皆さんに空にスタンプしていただきました。いろいろな丸いものが来ていて、それぞれいろいろあるんだなと思って見ていて、とても楽しかったです。私もピザがすごく好きで、今日皆さんのリポートを見ていて食べたくなりました。今日みたいな天気のいい日はマルゲリータ、外のちょっとね、外の空気に触れながら食べるのもいいかもしれないですね。そして、備えブートキャンプというイベントもありましたね。千葉市のイオンモールにて開催されていました。現在備えに関するイベントでしたが、皆さん足を運ばれましたか。足を運ばれていない方も中継などでソライブでもお送りしていましたし、備えに関する知識などを少し頭に入れられたのではないかなと思います。この後もイベントなどをこれからもありますので、皆さん参加できる日はぜひ参加していただきたいなと思います。それでは、今日21日月曜日も私がソライブモーニングを担当しますので、皆さんまた朝にお会いしましょう。それでは今日も一日お疲れ様でした。おやすみなさい。
こんばんは。11月20日日曜日、ソライブサンシャインを担当しました角田直子です。今日は日曜日ということで、お出かけ楽しんだ方も多かったのではないでしょうか。ちょっとサンシャインの時間中も日本海側や北海道は雨が降っておりましたが、幕張などの関東、東海ではしっかりと晴れてましたね。関東ちょっと霧が朝出ていたようですが、そちらもサンシャインの時間中にだんだんと解消して晴れてきたところが多かったですね。はい、そして今朝は暖かいような、寒さ和らいだような皆さんからの体感もいただいておりましたので、サンシャインリポートのテーマ、昨日との体感差、たくさんいただいておりました。今日は日差しが出ているところでは特に暖かくなったようですね。うん、もう夜は、今は寒いかと思いました思いますが、日中は太陽のぬくもりしっかりと感じることができたかと思います。ということで、サンシャインの時間中もだんだんと幕張も霧が晴れてきましたね。あの船橋にあるしらせなんかもやでぼやっと見えなくなっていたんですけれども、だんだんと見えてきました。そして今日は連想リポートの答えもしらせでしたね。たくさんの方正解でした。参加していただきありがとうございました。なぜしらせかと言いますと、昨日京都チャレンジングしらせというイベントがありました。行った方もいらっしゃいますかね、いらっしゃるのではないでしょうか。楽しめましたでしょうか。このこれからもしらせではイベントを行っていきますので、ぜひご参加ください。そして今日は他にもイベントがありました。イオンモール千葉ニュータウンで行われたみんなの防災プラス備えというイベント、ガチャピンムック、そして木原さん参加されているイベントですが、あやちさんも参加していて、サンシャインの時間中は中継をつないでいきましたね。うん、ちょうどサンシャインが終わる時間にはガチャピンを救うブートキャンプというイベントで、そちらの中継もつないでいきました。楽しんでいただけましたでしょうか。実際に行った方もいらっしゃるかもしれないですね。今日はそんなたくさんイベント、たくさんの日曜日、サンシャインもそちらのお知らせなどしていきました。今日お出かけされた方多いかと思います。紅葉の絶景写真館なども見ていきましたね。ぜひぜひ綺麗なお出かけリポートお待ちしております。それでは明日からは月曜日、頑張っていきましょう。良い夜をお過ごしください。おやすみなさい。こんばんは。11月20日日曜日のソライブコーヒータイム担当しました高山奈々です。はい、今日はお出かけしたんですこれだけ言うとあれなんですけど、皆さんと一緒に、皆さんからいただいた紅葉のリポートで各地お出かけしました。思えば遠く行ったんですよ。あと東北、岩手から佐賀まで行きました。だいぶお散歩しましたね。そしてお土産も買いましたし、あ、全部妄想ですよ。お土産買いましたし、いろんなところにも寄りました。すごいスタッフさんに笑われてる。いやでも本当に楽しかったです。なんかこう何がいいかなとか言うと、本当チャットの皆さんがたくさん書いてくださるので、ついつい楽しくなってウキウキしながら、私もなんかお出かけした気分になりました。またこういうのできたらいいなと思っています。またぜひお時間あるときはコメントなどもたくさん書いてください。お勉強もしたし、そしてまあお出かけもしたんですけど、ちゃんと真面目にお勉強もしましたよ。教えて吉野さんという、まあ、ちょっとコーナータイトルっぽくなりましたが、今日朝濃い霧が、濃霧が関東各地でかかっていまして、そこで白い虹、超レア現象と言われているんですけど、そちらがかかったので、白い虹って、まあ、聞くけど何かなと、そして今更聞けないっていうこともありますので、そちらを吉野さんに聞いていきました。
吉野さん本当図ですごく詳しく書いてくださってました。今日のコーヒータイムの12時40分頃を見ていただきますと詳しく解説してもらってますので、ぜひ気になった方見てみてください。一回断られてる私もいますけど教えてって言ったら嫌ですって言われましたそうやってちょっと楽しくも見ていきましたので、ぜひ見てください。はい、まあ、そして皆さんからたくさんのウェザーリポートナビも送っていただきました。本当にありがとうございました。明日からまた1週間の始まりですね。皆さん疲れ取れましたが、明日からも頑張っていきましょう。それでは3時間ありがとうございました。素敵な夜をお過ごしください。おやすみなさい。こんばんは。本日ソライブサンセットを担当しました白井ゆかりです。今日も3時間ありがとうございました。今日は全国的に雲が優勢というところが多くありまして、ソライブサンセットの時間のもう一番の、まあ、夕日ですよね。押しどころの夕日がなかなか見れないというエリアが多かったんですけれども、まあ、わずかではありましたけれどもリポートそして動画も届きました。そして熊本から下地さんとハンガーアウトも2回おつなぎして隙間からなんとか見ることができました。本当に良かったです。皆さんも夕日見られなかったエリアが多かったかと思いますので、お裾分けができたのかなと思います。そして今日はですね、ラインナップじゃなくって見どころが、出かけたいけど出かけたいけど家にいたいそんなあなたにお届けした3時間だったんですが、外中継をちょっと長めにさせていただきました。幕張の、穏やかな空の様子と、あとは夕焼けの様子と紅葉の様子もお届けしていきました。ずっとお家にいた皆さん、お出かけした気分になりましたでしょうかそうなってたら嬉しいなと思います。あとはキャスリポのコーナーでは、今日は山梨県民の日ということで、山梨県、私がイメージする山梨県という、テーマでリポートを選ばせていただきました。ほうとうが食べたいです明日はですね、東日本西日本すっきりしないお天気となっていきます。週明けのまた1週間頑張っていこうという日になるかと思うんですが、雨具の出番となるエリアもありますので、最新のお天気しっかりと確認してからお出かけください。今日も一日お疲れ様でした。おやすみなさい。こんばんは、今日はソライブイブニング担当しました。皆さんありがとうございました。久しぶりのイブニングだった気がします。1ヶ月は経っていないんですけど、1ヶ月近くぶりの2時間のイブニングでした。いつの間にか新しいコーナーがいくつかあって、何でしたっけ、それぞれのアニバーサリーとか、あとは今日から始まったものもありましたね。毎週日曜日恒例ソラボタン、これから先どんどん寒くなるので、皆さんの使うあったかグッズもどんどん増えていくんじゃないかと思いまして、まあ、その変化を追っていきたいなと考えました。いろいろと選択肢があるんですよ。マフラー、暖房、コート、手袋、ダウン、ヒートテック、暖房2つ目カイロ、この8つのうち今皆さん何個ぐらい使ってますかっていうのを空ボタンで聞いてました。今日は一番多かったのは3から5でしたっけ。違う違う、1から2そうだそうだ、今日はまだ1から2が多くて、暖房とヒートテックとかかななんていう話をしていました。これからどんどん暖房つけてヒートテック着てマフラー巻いて手袋してって増えていくでしょうね。これはもう毎週聞いていくので、ぜひ変化を一緒に追っていってください。
でも確かにな、今日は過ごしやすかったんですけど、昨日の関東は寒かったですし、あ、そう、来週の中頃が冷えるんですよ。もう1週間の気温のこう差を見てみると、ジェットコースターのようにヒューって来週の中頃ぐらいは冷え込むので、皆さんちょうど勤労感謝の日ぐらいからですね、11月の23日から24日にかけては寒いってことを忘れずに過ごしていただければと思います。明日からまた月曜日ですね、土曜日日曜日で少しは疲れは取れたでしょうか。私は今日防災のイベントに行ってきましたが、あのイベントが行われたのがイオンモールの中だったので、お買い物に来ているご家族とかも多くて、あ、日曜日だなと楽しい気分を過ごしつつ日曜日を送らせていただきました。また明日からも頑張りましょうね。明日はサンセットでお会いしましょう。おやすみなさい。こんばんは、ソライブムーンを担当いたしました江川です。ムーンでは週刊ニュース、そしてお出かけした気分などを行っていきました。週刊ニュース初めて行ったんですけど、ちょっと自分のお話をしすぎまして、そうですね、特に蚊の話には熱が入ったかなと思います。蚊と同居しているというお話をして、そして名前がサトシと決まったんですけれどもただあのチャットの皆さんからのコメントで後で気がついたのが、飼って血を吸うのはメスだよということで、はい、サトシメスと一緒に同居しておりますそうですね、ちょっと蚊刺された場所もバレましたね。これからどう対処していこうかなと、まあ今後ね、彼女とどうやって生きていくかっていうのをちょっと悩みながらもう終えましたねまたあの週刊ニュースの本物の週刊ニュースの方ではやっぱりあのスーパームーンの方が話題となっておりました。ちょっと見ることができなかった地域も多いですけど、これから天体イベントたくさん、流星もそうですしソライブスターもありますので、そちらを楽しみに過ごしていただきたいなというふうに思います。皆さん、ソライブムーンお付き合いいただきどうもありがとうございました。それではおやすみなさい。
11月21日月曜日、ウェザーロイドタイプ A 愛理です。今日の天気を見ていきましょう。それでは今日の全国の天気です。西日本や東日本で雨の降るところが多くなりそうです。はじめに西日本です。大阪は晴れますが雨の降る時間がありそうです。広島は雲の多い空が続きます。松江は雲が広がりますが晴れる時間もありそうです。高知、松山は雲に覆われて雨が降る時間もありそうです。